昼時時間にドキアンドキュン対決推しメン道場。イエーイ。さあ、このコーナーでは昼時を置いた準レギュラーの座をかけたトーナメント戦を行っています。はい、昼時を置いたと言いながらドキドキが足りていないそこのあなた、お気に入りの推しメンを見つけてぜひ応援してくださいね。毎回演技力やタレント力を競う様々な対決を行っていますが、はい、前回も熱い戦いだったようですね。はい、そんなことより、はい、今これを隠して顔を出すっていうのをやったんですけど、対決推しメン同士が出ちゃって全部隠れて顔出てなかった。今初めてショートさんの顔がこのコーナー出ました。失敗しました。はい、そうでした。ドーンとね、出ました。はい、ようやくね。前回僕休みだったんです。そうなんですよ、滝谷さんとさゆりさんと神谷さんの会だった。はい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 。どんな準決勝だったんですか、神谷さん。前回アナウンス対決したみたいな、大変大変大変だから。実力が拮抗してて大変ってことですか。そうそう、どちらを選ぶかね。あで、前回の勝者はもう決勝戦に行くわけですからね。今回も準決勝2回目ということで、はい、次回が決勝戦という、うわちょっとこれ気合入ってるでしょう、大事な試合となっております。はい、過去の放送は YouTube にアップしていますのでぜひチェックしてください。はい、では早速今回の推しメン候補呼んでみましょう。はい、今回のこちらのお二人です。お、はい、ハブとみどりさんとスターラさんです。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速みどりさんから意気込みをお願いします。はい、ハブとみどりです。今日の朝ごはんは春雨スープと白ご飯でした。準決勝、勝てるように頑張ります。準レギュラー狙います。お願いします。お願いします。みどりちゃん、皆さんみどりちゃん、みどりちゃんお願いします。ありがとうございます。では続いてスターラさん、お願いします。はい、こんにちは、スターラです。ハワイ出身で海が大好きです。今日は準レギュラー目指しますのでお願いします。おー、スターラースタちゃんでいきましょう。スタちゃんのね、スタちゃんね。はい、わかりました。はい、では本日の対決内容を発表します。こちらです。じゃん、しょうか、秋のファッション対決。おー、昼時の準レギュラーになったらファッションも大事ですよね。そこで今回は秋をテーマにしたファッションでスタジオに来ていただきました。ポイントを3つカメラに向かって教えてもらいます。だから2人ともこうやって今隠してるわけですね。だから今じゃあ自前の今一押しの洋服を着てるということですね。わかりました。テーマもあるそうなんで着ていきたいと思います。はい、うん、どちらが押したくなったか私たち3人でランクします。わかりました。はい、うわー、これどうしましょうか。今日もしっかり考えてる。神谷さんも審査員の目になってますよ。審査員の目になってます。ファッションって好みがあるしな。はい、それでは翔太さんの開始の合図で参りましょう。はい、それではお願いします。それではどちらからいきますか。みどりさんから、はい、みどちゃんから参りましょう。はい、お願いします。はい、それではよーい。私のファッションテーマは紅葉の秋です。はい、ポイントはですね、意外とマッチするこの青とオレンジの色と、あとちょっと90年代を彷彿とさせる、なんていうのこれは、はい、これですね、はい、これは時代物ちょっとコーデ で実はこのショットなんですけど、私のおばあちゃんから譲り受けたもので、ですね、結構シックになっているので、はい、ポイントです。ありがとうございます。ということで終了ですかね。はい、はい、はい、ございます。行きましょうかね。では続いてスタちゃん参りましょうか。いいの、振り返らなくて。振り返りましょう。いや、なんかどうです神谷さん今の。いいですね、次行きましょう。あ、次行きましょう。あれ、お二人見て振り返りましょうか。わかりました。ではもう早く見たいですからね。はい、スタちゃんのコーデもお願いします。スタちゃん参りましょう。よーい、あら、うわー、ほらほら、ちょっと打って変わってすごいですね。ヒットアップかな。あー、やすらっとしてるな。ないですよこれは。ポイントあります。
はい、私のテーマは芸術の秋です。私自身が歌を歌ったり絵を描いたりすることがとても大好きなので、うん、とてもいいなと思ったテーマだったんですけど、うん、この服が、なんか秋って考えたらなんか落ち着く感じ、うん、とか美術館とか行ってるイメージがあるんですよ。でそういうところでこのコーデが合うかなって思ってこれにしました。ジャケットとか羽織ってね。で実はシークレットポイントがあるんですけど、このカバン、これちょっと個性的な感じがなんかまた芸術っぽさが出てると思うんですけど、この中の中にも何か入ってんだ。このなんか本みたいに開くんですよ。本みたいですね。すごいすごい可愛いと思って、うん、でこのこれもなんか読書の秋って感じだと思いまして、で私のスマートフォンが入ってるんですけど、おーおー、これもちょっと秋っぽいデザインに。そこ変えるんだ。ね、季節でそこ変えてるの？変えてます。うわー、これはもう上級者ですよ。素晴らしい。以上でよろしいでしょうか？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、うわ、お二人のコーディネートが、はい、はい、空とともに感想ちょっと参りましょう。神尾さん、いかがですか？いやー、難しい。難しいですよね。そうですよね。みどちゃんこうやって落ち着いたこうシックな感じの中にこの差し色でさ、あれやっぱりなんかね、おしゃれ、うん、上級者だから 中に入れてるのはこれなかなか中に入れないもんね。なかなか合わせないですもんね。それだけでスッと着ちゃいそうですから。でスターちゃんはやっぱりこのなショートパンツってのがね、あれが長かったらまたちょっと違うと思うのよ。スターちゃんだからこそ着こなせるこのね、いやすごいですね。色が地味なのに重くなってないもんね。本当ですよね。わあ、迷うぞ。ちょっと判定のに参りましょうか。いや、これは本当に難しい。2人とも全然デートしたいファッション。ショータさん好みのファッションということで、いや、そうですか。判定のお時間となりましたので、はい、参りましょうか。しないといけないですよね、では。はい、うわ、翔太さん、はい、神谷さん、はい、押したいと思った方はどちらでしょうか。はい、せーの、よいしょ。どう、みどちゃん、スターラちゃん1票、みどちゃん2票で、今回の対決はみどりちゃんの勝利だったね。そうですか。もう本当に決め難かったんですけど、やっぱり差し色とおばあちゃんの褐色っていうところが私は、ありがとうございます。いや、もう本当にコートつけがたいですね、本当に。まあ二人ともめちゃくちゃおしゃれっていうことが、はい、今日これやって分かりました。はい、亀井さん、推したポイントなんかあるんですか？やっぱりその秋、なんていうのかな、深まる秋シックさというかな。それと色使いとかね。はい、いや、これやっぱ好みよ、はい、これは ね、難しいですよ、本当に。まず勝った緑ちゃんから一言お願いします。はい、次の決勝に向けてもう準備万端に準備をこれからしていきますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では残念ながら今回敗れてしまったんですけど、素敵なファッションでした。スタちゃん、一言お願いします。はい、今回は残念ながら負けてしまったのですが、とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はお二人に素敵なファッションを見せていただきました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。